皆さんこんばんは。今回は海釣りに行った後のスピニングタックルをどのようにメンテナンスしているのかというのをお伝えしたいと思います。まあ本当に簡単にやってます。本格的なオーバーホールとかそういったものは各メーカーのサイトをご覧いただきたいなと思います。あくまで私の我流ですのでご了承ください。まず、ロッドからリールを取り外します。で、取り外しましたら、リールはですね、最近のは水洗いしても全然 OK というのが多いんですが、まあ、私はもうこのような、ノンアルコールタイプのウェットティッシュを使ってもうこうやって拭いてます。各部をこのように拭くだけでも大概長持ちしますね。あまりにも塩がいっぱいついているところはもうちょっと濡らしてきれいに拭いてあげるという感じで OK です。そして拭いた後のムラが気になる方はこのようなタオルで空拭きしてください。まあ、これだけで、だいぶ長持ちします。そして次はロッドですけども、やっぱこれはねほったらかしにしておくと、このガイドが錆びてくる時がありますので、これはですねシャワーでぬるま湯にして流水で洗っています。ロッドはこのようにシャワーで洗います。まあさっと洗うだけで OK です。そしてタオルである程度拭いて乾燥させたら OK です。さあいかがでしたでしょうか。私このリールですけども、大体もう8年ぐらい使ってるんですが、まあ私みたいなサンデーアングラーの場合はもうこれぐらいで十分だと思います。本格的にオーバーホールするっていうのが最も理想的かと思いますが、もう実際のところ時間がかかるのでやってられないっていうのが現状かと思います。まあ、かといってほったらかしにするのはねやっぱり錆びてきますから危険です。というわけで、まあ、帰ったらこういうウェットティッシュでさっと一拭きすると、もうこれだけで十分長持ちしますので、ぜひご参考いただければなと思います。それではこの度の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。